仏義氏と女歌氏、仏義座像仏義は古代中国神話に登場する神、または伝説上の帝王。ただし、宝儀、包み儀、福儀などとも書かれる。福儀、福ただという表記も使われる。参考の一人に挙げられることが多い。生は風。兄弟、または夫婦と目される女歌と共に、邪神、一個部の姿で描かれることがある。 大野城氏と呼ばれることもある。西北にあるか諸国の娘が雷沢の地で大きな足跡を踏み、その時に宿した子がふっぎであったとされる。五行では、東方、春、紀徳を司る雷沢にあった大きな足跡は何者によるものかは明確にされていないが、雷神、または天帝のものではないかとの学説がある。ふっつは皇帝、 神脳などのように古代世界において様々な文化を初めて作った存在として語られる。液境掲示下伝には、ふっつぎは天地の理を理解して、八揮を描き、欠場の性に変えて、処刑を作り、蜘蛛の巣に習って網を発明し、また魚釣りを教えたとされる。処刑や八揮を定めたことは、皇帝の士官総決によって、漢字の母体が開発されたとされる。 伝説以前の文字に関する重要な発明とされる。漢の時代に、ハンコが編纂した、ビアッコ道ヨシによると、家畜飼育、調理法、挙老法、狩り、鉄製を含む武器の製造を開発し、婚姻の制度を定めたとある。ふっつぎは、発見を川の中から現れた、龍馬の背中にあった模様から発明したと疫学では、伝承されており、これをカトと呼ぶ。 液学の書き物である液教も著者として仏ギが固くされている。仏ギと助歌は兄弟であり、大洪水が起きた時に二人だけが生き延び、それが人類の始祖となったという伝説が中国大陸に広く残されている。類似の説話は東南アジアや沖縄にも多数ある。洪水型兄弟始祖神話を参照。中国の古典学者、キキイチタも雲南省を中心に、 民間伝承における、ふっつぎの伝説を採集している。ふっつぎ、ョカの父が雷光を閉じ込めていたが、子供たちがそれを解放してしまう。父は雷光と戦ったが、雷光が洪水を起こしたため、兄弟を残して人類が滅亡してしまう。兄弟は雷光を助けた時にもらった種を植えており、そこから生えた巨大な氷炭の中に避難して、助かったのであり。 結婚して人類を伝えたとある。キキイチタは、フッツぎが時に、クリアただしとも書かれる点に注目し、その音から、フッツぎとはこの伝説の中に船として登場する、氷ょを指しており、そのことから、既得の王であるという要素も導き出されたのではないかと推論仮説している。フッツぎは、ジョカと同じく、 中国少数民族の内族が信奉した神と推測されており、洪水神話は天才によって、士族の数が極端に減少してしまった出来事が神話に反映したのではないかと考えられている。仏っの号には縄の発明者かつ天使も含まれる。道教に取り込まれて後仏教の神仏集合の理論の上では、阿弥陀如来によって使わされ、 出現したばかりの地上の世界を作った中国の伝説上の存在として除歌と共に説かれた。日本でも仏教側の立場から編まれた神道論集の一つである初心本会集では、仏っの本寺は法王将菩薩であるとの等の時代の説が収録されている。仏っと除歌の組み合わせが地上の初めの男女であるという定義は、 中国の民間宗教にも広く用いられており、流下行でも人間たちの祖先として作り出された世の始まりの恩名一体の存在の名として、理不次と長女化という名が記されている。ありがとうございます。